はい、はい、どうもチョブリです。てことで今日はですね、最強ニコ・ウィリアムズ徹底解説やっていきたいと思います。というわけで本日のガチャこちらですね。ショーテームヤングスターからこのニコ・ウィリアムズが登場したんですけれども、皆さん獲得しましたでしょうか。コール・パーマーとハーランドとね、一緒にこの3名で登場したわけなんですけれども、前回の動画でも解説しましたけど、やっぱりこのニコ・ウィリアムズがめちゃめちゃ強いということで、かなりぶっ壊れ級のね能力値かなと思ってますので、ちょっと今日は徹底解説していきたいと思います。では今回の動画の流れとしてはまあ、僕はね実際に使ってみて、改めて引くべきなのか引かないべきなのか解説した後に、このニコ・ウィリアムズの、強い育成とね能力種の方も解説していきます。そして最後にはこのニコ・ウィリアムズを使用したプレイ集の方も見ていきたいと思いますので、よかったら参考にしていってください。というわけで、まず今回のこのガチャ引くべきか引かないべきかっていう話なんですけれども、僕的にはね、前回の動画でも話した通り、基本的にはスルーでいいんじゃないかなと思ってます。っていうのも、このニコ・ウィリアムズめちゃめちゃ強くて本当に優秀なんですけど、このパーマーとハーランド、この二人がね、正直必須級ではないというか、玄関強的にね、そこまで超強いわけではないのかなと思うので、ニコ・ウィリアムズ一点狙いみたいな、そういうガチャになってしまってるんですよね。そんな中で、じゃあこの1点狙いでも引くべきなのかって言われると、正直何とも言えないというか、これがエピックとかビッグタイムで B 固定だったらまた話は変わってくるんですけど、ショータイムなんでライブアップデートもね反映されますということで、そういうところも踏まえると、僕的にはスルーでいいのかなって気はしてますね。ただこのニコ・ウィリアムズ自体はマジでめちゃめちゃ強いです。で、結構質問があったのが、このショータイムガチャとこの木曜日に登場したこのエピックガチャですね、このプラティナが登場して、こっちのガチャもね、実質このプラティニ1点狙いみたいな、そういうガチャになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあこのプラティニかこのニコ・ウィリアムスどっち取った方がいいのかっていうね質問結構いただきまして、それに関して僕はね、このプラティニの方がねいいんじゃないかなと思ってます。もちろんね、補強したいこうポジションとかにもやってくるんじゃないかなと思うんですけれども、このプラティニもめちゃくちゃ強いですし、やっぱりエピックで B 固定ってことも考えると、どっちかだけ取るなら僕はプラティニの方がいいんじゃないかなと思ってますね。はい、ということでこっからはね、このニコ・ウィリアムズの能力値とね強い育成について解説していきたいと思います。改めてこのニコ・ウィリアムズ能力サクッと見ていくと、プレイスタがウィングストライカーで両ハーフと両ウィングにポジション適性がありますね。やっぱりこの選手はこの左手を右手をねどっちでも使ってあげるのがいいポイントかなと思います。後からね解説もしていくんですけれども、逆足頻度の精度が最高最高ということで、左手も右手も使えるんで、そこがめちゃくちゃいいですよね。で、今回ブースターはアディティプラス2ということで、これによってね、ただでさえいつも足が速いんですけれども、さらにめちゃくちゃ速くなっております。そして今回育成はこんな感じでやってみました。シュート6、パス1、ドリブル9、クイックレス9、160、エアバトル3ということで、ドリブル、クイックレス、脚力中心の育成ですかね。能力見ていくと、オフェンシングギリ8乗っかってきて、ドリブル数値高いですね。全部92以上で、ドリブル数値に関しては97までいきますと。で、これも後から見ていくんですけど、この選手モメンタムドリブル持ってるんで、こっからさらにね、ドリブル数値が上がってくるっていう風に考えると、めちゃめちゃ高いですよね。ただパスがあんまり上手くないということで、これは残念なポイントかなとは思ってます。決定力は8ということで、ギリギリ許容範囲内かなっていう感じですよね。で、下行ってスピード瞬発ですよ。これがやばいよね。ブースターの影響もあってスピードは99、僕ねシャベラノスを使ってるんで瞬発がプラス1されて瞬発は100までいきますということで、これ半端ないですよね。このドリブル数値でモメンタムドリブル持ちでこのスピションって考えると、ほんと使用感最高ですね。あとキック力もあんまり高くないのはね、ちょっと注意点というか残念なポイントではあるかなと思います。ただフィジカルコンタクトも70乗っかってきますし、ボディコンも94、スタミナは88までいって、逆足頻度精度は最高最高ということで、めっちゃ強いですよね。僕的にいいポイントとしては、やっぱりこのドリブル数値とスピード瞬発、そしてボディコンとこのフィジカルがね70乗っかってくるところ、そしてこの逆足の精度が最高最高ってところ、これが本当にいいポイントかなと思いますけれども、気になる点で言うと、やっぱりこのパス能力者がねあんまり高くないかなってところと、この決定力じゃないわ、キック力かな、これが若干低いところ、せめて80後半欲しいかなって感じがあったんですけれども、82ということで、これはちょっと気になるポイントではあるのかなと思いますね。ただやっぱりね、この能力値でこの頻度精度が最高最高の選手ってなかなかいないんで、そういった意味では本当にもう左サイドでも右サイドでも最強クラスの選手なんじゃないかなと思いますね。で、スキル見ていくと、シザース、ダブルタッチ、ルーレット、Hターン、アシュラモメンタム、コントロールカーブ、スルーパス、ピンポイントクロス、アートスピンキックということで、スキルに関してはね、というか追加してあげないとい
いけないスキルは多いのかなと思います。まあダブルと柱持っていてモメンタムトリブル、これ持ってねやっぱめちゃめちゃいいですよね。モメンタムついてきてコンカすればピンポイントクロスアートスピンキックということで、まあ追加してあげないといけないスキルで言うとやっぱりワンシューワンパ、あとはミドルシュート、まあこの3つは必須になってくるんじゃないかなと思いますね。まああとは闘争心とかチェイシングとかね、まああとは好みでエラシコとかつけてあげてもいいんじゃないかなと思います。僕はちなみにまあこんな感じなんですけれども、スキルがねなかなか出ないということでミドルとかねワンパ持ってないんでワンシュートエラシコだけ追加しました。最初はね特殊ダブルタッチにしなかったんですけれども、使ってみてこれは特殊がいいなっていう風に感じたんで僕は特殊にしましたね。特殊ダブルタッチにしてからかなり使用感もね良くなった気がするのでおすすめです。まあ、ニコビラムスに関しては本当現環境ナンバーワンを争うぐらいの最強サイドハーフになってくるんじゃないかなと思いますね。特に最近出た右サイドハーフだと、まあ、ヤマルとかもねいると思うんですけど、僕はヤマルよりもね右サイドハーフ使用感いいと思いますし、まあ、ネイマールとかね、まあ、ビル2とかもいますけれども、やっぱりニコビラムス足も速くてフィジカルも地味にありますからね。そういうことを考えると本当にサイドハーフウイングとしてはね現環境トップクラスにめちゃくちゃいい選手なんじゃないかなと思ってますね。というわけでめちゃくちゃ使用感が良くてね僕もご了承しているこのニコビラムスなんですけれども、実際に使ってきたこのプレイ手のもね映像を撮ってまいりましたので、そちらの方を見ながら解説していきたいと思います。はい、ということでここからニコビラムスのプレイ手を見ていきましょう。このシーンもチョップタッチでこれですよ。抜いてクロスはね左右これ外しちゃうんですけれども、このチョップタッチやばくない？結構ねスピシオが高いからチョップタッチで簡単に抜けちゃうシーンが多かったんですよね。これ最後相手にね当たってしまうんですけれども惜しかったですね。このシーンもまたまた左サイドニコビラムス抜け出してきてくれて、こっから切り込んでいってこのコンカ決めてくれるんですよ。結構ねカーブ数値も80ぐらいあったんでコンカも決めてくれるなって印象がありましたね。まあ、あとはね 左足も右足も蹴れるんでどっちサイドからも切り込めますと、このシーンもチョップタッチ突っかけちゃうんですけど切り込んでまたコンカ決めてくれると、これですよね。こう突っかけちゃうけどもうアラフォー相手にねゴリゴリ突破していってしっかりこれもコンカ決めてくれましたね。はい、このシーンもニコ・ウィリアムズボール拾ってハーランドからもう一回ボール受けて、こっからですよ、中にこのドリブルからこれ入れば完璧だったよね。こう拾ってすごいドリブル数値も高いですしモメンタム持ってるんでボックス内ではかなり細かいタッチできたんですけど、ここですよ、これちょっとかわしてねめちゃめちゃ惜しかったよね、決められませんでしたと。まあこれフレンキー・デヨンからニコ・ウィリアムズマルチョップタッチからこのボールキープで相手をいなしてこの崩しから最後ハーランドが決めてくれると、こういうシーンでやっぱねニコビラムスめちゃめちゃ使いやすいですね。これもチョップタッチで相手いなしてモメンタル持ってるんでめっちゃ細かいドリブルで相手をいなせます。でここからもね、まあ、安定の横パスからのシュートのパターンということで、このシーンも良かったですね。中央パス回しからの左サイドニコビラムスボールを受けてこのドリブルで運んでいけちゃうんですよね。このまま運んでいってこれクロスからのシュート最後入んないんですけど、これえぐくないですか。ほんとスピシュンが高いからもうこれ止まんなくてももう縦にこれぶち抜けちゃうんですよ。これやばいよね。最後ねこれほんと決めてくれたら完璧だったんですけど、まあでもこれもいい突破でしたね。そしてこのシーンは左サイドボールを奪ってニコビリアムスまたまたボールを受けますと、でこのままドリブルで運んでいってこのドリブル突破これえぐくないで最後なんとか決まりましたと。このドリブルえぐいよね。まあこれ最後のシーンになるんですけど、ここの細かいドリブル見てくださいよ。これこのタッチこのスペース抜けるのこれえぐくない？フィジカルも地味になるから、いやかなりマジ使用感いいですね。はい、ということで今回はこのニコ・ウィリアムス紹介していったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ今のプレイ集見てもらったら分かる通りマジでめちゃくちゃ使用感良くて、ほんとギュンギュンドリブルでね抜けちゃいますし、もうスピード瞬発で縦に突破もできるけどボックス内とかでもねドリブル数値高くてモメンタル持ってるんで細かいタッチでね相手をいなせますということで、本当に冗談抜きで現環境最強のサイドハーフ、まあウイングの選手といっても過言じゃないかなと思いますので、まあこの選手を1点狙いで引くぐらいねお金に余裕のある方は狙って引いてみてもいいんじゃないかなと思いますね。まあこの選手は僕的にしばらくガチスカットに残ってくるんじゃないかなと思ってます。ぜひよかったら引か引かないか参考にしてみてください。はい、こんな感じでフットモードが毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。